どうも。皆さん、はい、先週、うん、楽しんでいただいたでしょうか。袋のね、歩みという最高文章で、うん、笑いについてを、うん、気づくのかっていう検証ね、うん、やりましたよね、はい、これね、うん、文集がまだあるんですよ、うん、ね、うん、前回のはなんか3年の多分最後らへんに書いた作文なのかな、うん、で今回は多分これはね本当に卒業文集やと思うんですよね、あなたの趣味はとか、趣味はとかスポーツしたり漫画読んだりかな、はい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 、であなたの頭の中を占める割合は、はいはい、食べること寝ること、はい、音楽サッカーとかとかね、みんなへのメッセージとか、そうクラス全員が同じ、なんていうんですか、うん、あの項目、うん、書いてるんですよ。ほうほう。でね、うん、前回、うん、笑いについて、うん、笑い論をひけらかしてくれたじゃないですか、うん、はいはい、袋さんが、うん、今回、うん、この卒業文集、うん、ね、うん、やっぱりさすがですよ、うん、ボケまくってる。はあ、マジで。そうか、まあ気にする必要ないもんね、うん、そうやっぱりもうこれまあとかじゃない、あとは読むやつのまあや関係ない。で別にあ変やなと思っても変人で結構これがあるので、強いな、これがあるので全然大丈夫だ。それ行くわ、はい、うん、これねまずね、うん、ネーム一番最初上ね、うん、ネームなんですよ、ここ名前ね、みんなネームのところが、うん、東口義孝なんですけど、うん、なぜか、うん、全部、うん、カタカナ。東口義孝。あれ？なん？みんな全員が漢字で書いてるんですよ。うん、ね、うん？あいつだけ、うん、カタカナなんです全部、うん。まあまあまあ。梶秀樹と一緒。梶秀樹が流行った頃？梶秀樹世代なのかもしれない。千葉雄介。なんでカタカナやねんってことなんですかね。うん、っていうことなのかもしれないです。はい。で、その横にスターっていう欄がある。もうそれはさ、もう星座やん。星座やん、みんな。星座やん。ね。双子座とか書いてるわ、みんな。乙女座とか。あいつはね、五芒星のみを書いてる。スターやから。スター、うん、スターを書けってことやと、うん、俺は思ったけどっていう。っていうことなんですかね。あなたのチャームポイントは、うん、急に来るんですよ。急にあいつ出てきました。うん、自分が誰にも理解されぬ機械な人間だと自負しているとこイコール変人で名言、名言です。名言でこれで何をしたいかというと、うんうん、前回はまあ文章を読んでどこで気づいて、はい、ここまでで気づいたら1万円ってやりましたけど、うん、今回は、うん、クイズ、うん、袋根屋、うんをやりたいなと。なるほど。おーおーおー、はい。もうだから4択でやるとですね。4択でやります。はい。で、この項目、10問にしましょうかね。はいはい、10問出します。はい。で、自分が過去にボケたことのあるワードなら覚えてるんじゃないか。はいはいはい。まあね。ちょっとドキドキしたいなということで、うん、全問正解した場合、うん、100万円。これを、もう、本当に全問正解したら100万円、はいはいはい、ただしドロップアウトはなしです。なし、途中、はいはい、途中ではなしです、はい、これ100万円はどっから出るやつ出るんですか。え、ね、何が100万円、まあ、はい、うん、まあみんなで、いやみんなでって何分からないもんね今ね。ディも20、25、25、25、25、25、いや25言われてんで、なんでは、なんで俺今日650万円、車買ったり、うん、絶対に取られたくない。なんで買うんや。まあちょっとこっちもドキドキしたいな。したいしたい。まあ、とりあえず4択を、うん、じゃあ、はい、あの鍋ちゃん、はいはい、作ってください。10問ね。よし。いやー東口君。今日は今日は何をすると思う？どこの教授じゃん。あ、どこの教授？あ、いい返しですね。ちょっと間はあれですけども。うるさいね、お前。葛藤の、え？うるせえよ。え？
みんなもう20年越しにいじっとこないそんな誇る葛藤と格闘してました今ええねんもうえそこのダジャレみたいなやつは演じやなお前ええって演じで結構やいやいや違う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 もっと決めて言ってよ誰が決めて言わなかったからだるいの変人で結構さ間はいいな今の間がいいよということでですねまだまだ違うもんかあなた高校何年ですかえ高校3年は3年何組ですか、うん、いやえ嘘でしょ、うん、うわちょっといや覚えてなくないか1か2ちゃうわ1か2不安やな1か不安やな最先え1か、うん、いや覚えてんやんまいやいやえうん2や 2? 2な2やで担任も怖いな3年に2やん返せねえあかんダメ返せ何が返せやねんなんでお前が持っとんの先生の作品を俺はどこ編集したボケやお前先生の作品をそんなむやみに手放すわけにはいきませんやめろアホお前先生やめろ先生、ね、あんだけね真面目にね笑いについて語ってたじゃないですかここでねこっちの文集、先生、はい、ボケまくりですよ先生やめろ先生やめろやっぱり笑い分かってるじゃんこのここで語ったことを全てここで体現してくれてます先生まあ体現の回収やわ回収してくれておりますということで、先生ね、これはただ恥ずかしいコーナーじゃございません先生にもメリットございます、うん、ということでやりましょうああクイズ、うん、袋ネア東口少年が、うん、20年前に書いた、うん、ボケた、うん数々のボケがございます、はいはい、ねなんかボケへんでそれを、色モネア形式で出しますで、うん、10問正解したら100万円です。まかいな。まかいな。本当に100万円です。これガチです。これガチね。はい。で、どうですか、まあまあ、やりますかどうですかいやいやいやだからデメリットはないわけでしょないです。で、ちゃんと、うん、まあ言うたらお前が、うん、ほんまにお前が、20年前のお前が書いてきたものやから。はいはいはい、まあそうやな。どっかにあるはずやから。どっかにそれは石津俺はいわゆる、紙版のスラムドッグミリオネアですこれはどっかにあるはず絶対に書いてきたことですからはいないと書かへんからなまずじゃあ手始めにこれ問題じゃないんですけど、うん、あなた、うん、名前どうしたか覚えてますかいやそれは名前は東口義孝で書いとるやんですけどもえおどういうことネームのところですいやいや俺そんな何でどう東口義孝って書いたか覚えてますか あるんじゃな あるでしょあるでしょある思い出せスラムドッグミリオネアどういうことやねああ思い出せあの書いた時のことを、ね、ネームって書いてんだよ、うん、ネームって書いとるということはやなそんな風に考えて先生の脳の構造が分かってきましたよこれはネイムって書いてカッコ名前って書いて、うん、で吉高東口って書いてカッコ東口吉高で書いてボケるね思ったらそんなことちゃうかといういやあのねちょっとわからんなそれカタカナで東口吉高って書いてるんですこれは梶秀樹世代っていう俺らは見解なんですよねっていう冒頭ですよ言ったら始まりはむずいだって今の俺にないもん今の俺にないねんからやないやいやまあまあでもまあこれはさすがに確かに覚えてなくても4択ですからはいはいはいであのちゃんと、はい、フィフティーフィフティーああそういうのもあんのオーディエンスオーディエンス、ね、テレフォン、 オーディエンスありますテレフォンないやねんそれは何がですかオーディエンスはどこで聞くねんな私のツイッターの投票制度がありますので俺に分からなくてみんなに分かんないその問題でオーディエンスを使いたかったらそのままつぶやくのでそのがもう10問正解で100万円まあまあまあ、はあ、はっきり言ってこっちもドキドキしてます正直ほんまに100万やな100万ほんまに100万ですじゃあいきますかはい第1問
高校3年生の東口少年が文集で血液型を書くブラッドの欄に書いたのは何？怖っ。血液型でボケるのが一番むずいからな。ブラッドの欄ですよ。はい、はい、A 赤い。赤いな、これありそうやな。 B 濃い濃度の濃ね。C C 型。 ABC の C 型。 D O 型 RH プラス。いやいやー、これめっちゃむずいやん。なんでよ、スラムドッグミリオネア思い出せよ。あるから、あるから。お前ちょっと待てよ。はい、ブラッドって書いてるな。ブラッドって書いてます。はい、で、うん、D はないっすね。ほう、なんでなんですか。 RH なんちゃらなんか言わへんし、ほうほうほう、実際そこは嘘をつくのは違うから、おう、それは書かないね。あーはーはー、そういう美学はあるんですね。その方程式は。ってことは、なんと俺赤い、赤いはなー、いい格好かもしれない。いや、C 型はないわ。あ、まあ嘘ですもんね。C 型はそんなもん。嘘ですもんね。そんなもん、ないすぎるわ。そんなもん。確かにこの潰していき方は確かに、まあそういうことですよね。東口少年なんや。はい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 。いや、これでも外れたらやばいな。そうよ。でもかといって、50-50 と、テレフォンと、はい、で、みんなに聞くやオーディションだもんな、はい、うん、いやどうしますか、どこでやすいや、これお前むずすぎるやろ。お前、ライブラインなってへんねん。お前が、お前が思い出せばいいねんから。一回今さらになって、今ボケって見ればいいねん。そうやな、ブラッドのラン、うん、さらっと何行くよ、どっち行くの、どっち行くねん。いや、濃いはようわからんねん。ほう、血液が濃いっていうのは自分で思ったこともないし、うん、でもそれなら、うん、血のこと書いてんやったら赤いって答えるでしょうやから、うん、A です。ファイナルアンサー。いや、もうそれ以外なぁ、ないねんなぁ。まあまあ恋とは悩みますけども、はい、はい、A、 はい、ファイナルアンサー。残念。うせやうせやん。1番目で、うせやろ。おいおい、嘘、おい嘘やん。こっちもさ、10問考えてんのよ。なあ、頼むわ。ほんまにこれは良くないよね。じゃあ、恋、恋か。答えは、恋でございます。はい、いいボケやね。まあまあそうですよね。いい、赤いよりは恋の方がいいんじゃないかっていうのはありますよね。うん、劣化しとるやないか。恋って書いてますもん、だって感じで来い、うん、はい、うん、やりよんな。どうします、どうします、はい、じゃあここで終わるのはちょっとな、うん、じゃあ、じゃあどうしますか。フィーというか、フィー、参加、参加、参加費、なんでやねん、いくら。俺のやねん、これ1万円。とりあえず俺の分身かっぱらってやな。いや、でも1万円払えば99万円。そうね、ね、うん、いやいやいや、行くよ行くよ。行くよ、行くんですね。行くよ、オッケー、わかりました。むずいな、クイズブクロネア。高校3年生の東口少年が文集で自分の好きな女性のタイプとして答えているものはどれ。あのフェイバリットっていうね、欄があって、そこにタイプっていうのがあるんです。 A 3分の1の純情な感情をお持ちの方。 B 何それ、何やねん、純情な感情をお持ちの方。うわわわ、じゃあその方向で答えとんだ。C 純情な感情をお持ちの方、かっこ空回りさせません。ね、そんな歌詞あったかな。 D 3分の3の純情な感情をお持ちの方。何やねん。ほんまに、まあシャムシェードがおそらく当時流行ってたんでしょう。どう料理するかというか、うん、いや最後
ことわけわからんもんな。3分の3の純情な感情を、まあ全部がってことか、うん、まあちゃんと歌詞思い出してください、うん、壊れるほど愛しても、うん、3分の1も伝わらない、はい、純情な感情は空回りやもん、あ空回りを持ってきたんやけど、うん、いやめっちゃむずいな。いやまあB なんだっけ、純情な感情、はい、お持ちの方、肩でもそれは3分の1を言わんかったらさすがに伝わらんとか思って、うん、言わんかなとは思うけどね、そこは純情な感情をお持ちの方、うんうん、で C が純情な感情をお持ちの方かっこ空回りさせます。そっか、余分なこと余計なことせえへんと思うよ な, ない、ね、余計なことはしないしないと、ね、C はないと、あー C はない、はい、うん、そう消去法でいけばまあだから A か D なのかなとは思うんだけど、 A か D が消されるってことですか、 B か C が消される、 B が C がないなという感じなんですけど、うん、さあどうしますか、一回 50-50 使ってみますか。じゃあどれが消えるのか、50-50、はいはい、使いますか。わかりました、はい、A と D が消えます、うん、A と D が消えます、消える、ということは B と C ないと思ってたやつが残った、はい、あ、じゃあ B やわ。ほう。ああ B やわ。なんでですか。そんな打足はつけません。B です。B です。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー B。正解。危ないな。でも言ってましたよね、3分の1のつけないと伝わらないでしょ、これっていうね、うん、でもやっぱよっぽど流行ってたからやっぱそこではいらんなと思ったんやな。3分の1がそれはない方がええもんな、純情な感情はそうやしなっていうことやさ、そうだよね、だ後付けじゃないですか、まあまあだからそういう面白さより真実をなんかそっちを追い求めた感じだからな、うん、あー、うん、500円で500円、どこで急に始まるの100万人、はい、じゃあ、うん、2問目、うん、今やったらドロップアウトいいですけど、どうしますか、いややるわ500円、こっち一番払っとんねん、500円、え、500円いらんの、いらんわ、いけ、いけ、500円じゃあ切ってよ、いやいやいや、やるけどや、そんな、いらんねん、高校3年生の東口少年が文集でもしも整形するならどこという質問に対して答えているものは何、ボケをいっぱいあるよなこれ。 A、はい、ノーかっこもっと君たちを笑わせたいから、何それ何それ怖っ。 B、うん、口かっこ、うん、もっとしゃべくりが達者になるために、うん、ああその整形をそっちで取られるってことね。 C、右手薬指の第二関節。うわ。D、鼻を高くして目を大きくしたい。なんでちゃんと答えてんの、ね、もう医者に言うやつや。D はね。本当におもろいけどな。もうどれ変わった。はい、C。え？C や。それなんでですか。なんでな。いや、なんか。うん。ちょっとずつ、うん、あれ、思い出しすぎた、思い出しつつある、右手の薬指の第二関節だってもう今俺言えてるもん、言うことはその時になんかそこが面白いフレーズや思ったんや、ファイナルアンサー、あ、もうこれファイナルアンサーすごいな、正解、すごいよ、はいはいはい、なんかそれはあるわ、思い出してきた、自分の中であるわ、うん、それそこして返すんだよっていうのを自分で文章見ながら突っ込んでたかもしれない、ああ、うん、もう一回見ながらな、徐々に、うん、徐々に来てますよ、18の袋に戻ってきてる、熱、はい、うん、い600円か600円やけど何やお前ジャンボックスやあんま攻めて1000円やろ3問目ですね、はい、問題、
高校3年生の東口少年が文集で好きな飲み物として書いたものは何？ A 天つゆ。 B それ今のは何ですか？その20年前の自分に笑ったもの。違う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 、いやなんか言いそうやなと思ったよ。 B そばつゆ。 C カレー。 D 天かす。いやいやもう A か B よ、そんなもん。ほう、そばか天つゆか。いや A やろ。うん、A です。はい、天をもう漢字で書いてつゆひらがな書いてるやろ。それは、うん、その当時の東口少年はな、うん、理由は、いや、そばつゆが天つゆが残した時にそば、うん、つゆより天つゆの言い方の方がおもろいよな、ちょっと音がね。あー、でこれが好きな飲み物、飲み物で答えて、うん、なんでそんなもん飲み物しとんねんっていうのが、天つゆはまだ、はいはい、なった今聞かれても答えるかもしれんな。そうですか、天つゆ、はい、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。残念。嘘やん、嘘やん。なんだと思いますか？いや、ってなったらそばつゆか。違います。天かす。どういうことしてるやん、変なことしてるやん。飲み物じゃないという。うわわこんなんこれはどういうことですか、天かすっていうのは。俺聞きたいわ。いやいやいや、なんや天かすって。ここだけ急にグイッといってるよね、い、うん、ってるね、うん、なんや、もう俺のこと理解されてるやろ、表にやろな。一個飛び越えてもええやんみたいな。ここまで来たらでもその見解当たってるよね、ちょっとね。俺らも言ってたもんな、それ。おい、あかんか。お前650円の問題、お前。お前。ぜ、お前さ、どうしますか。いや行くわよ。エントリーフィーですね。3万円になります。今回は4万やないか。4万です。でも96万？あ、96万儲かりますから。やるやるやる。やります。早くれ。早くれ。おお。問題。高校3年生の東口少年が文集で好きな食べ物として書いたものは何？ A 551のアイスキャンディ。 B タコマサのたこ焼き。 C 赤根丸五色どら焼き。D ジョイトイ。はい、C です。おお、はいはいはい、早い。なんか赤根丸五色どら焼きは面白フレーズとして使ってた気がする、うんうん、キラーフレーズ、あれ当時のなんかね、あれを漢字で書くっていうなんか面白がなんかやった覚えがすごい。はあ、そんな記憶が鮮明やん。はいはい、ちょっと CM とかやってて、紫の髪のな、うん、社長がよう出てて、それをなんかみんなでいじったりとかしてたのよ。はあ、だからそこは面白として使ってるはず。はい、 C です。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。正解。おお、面白い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 だよ。面白くはないやろ。確かにな、お前最近もちょいちょい言うてる。言うてるか、言うてるか伝わらんやろお前。変な空気なっとるやろそんなもん。1問目正解。ええー、ね、90万円ゲット。怖い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 。このディーラーやばいぞ。こっからめっちゃ刻むから。ジョイトイっていうのは、はい、これね、実はですね、ちょっとやめた、あ、問題なんですよ。高校3年生の東口少年が文集であなたの頭の中を占めるものの割合はという質問に対して、円グラフに頭の中を占めているものを書いて答えています。まず大脳 58%。 おもろいや。
おもろい。タンパク質 42%。 うわ、うん、この時点で 100% に達していますが、はい、ますが、まだ円グラフは円になっておらず、うん、次の 45% を占めるものとして書いているものがあります。それは何、はいはい、という問題もあったけど、いや、そのジョイトイなんやろ。でも、はい、今やったら答えられへんな、ジョイトイは。あら、はい、これなんで当時自分がジョイトイってインリンオブジョイトイじゃん。そうそうそう、はい、それをジョイトイという、うん、面白さがあって、やっぱりそう、インリンと言わずに、やね、何やねんジョイトイってっていうところに引っかかりはあったんでしょう、ね、はい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 、はい、ちょっとでも問題にされたらちょっとやばかったな、うん、あ、問題にされたら多分答えれてない、答えれてないな。ああ、そうか、うん、じゃあ今1問目で90万やった、91万円の問題です、ね。高校3年生の東口少年が文集で「あなたの5年後は?」という質問に書いてるのは何？23とかか、はい、A 吉本芸人、B 雲の上、 C 土の中、 D 奇怪な芸人。全部答えてんやろそれ。はい、え、それは何、質問は5年後だけな。実は10年後もあります。そうやろな、はい、多分構成立てて、すごいね、構成立てて、あ、構成立てて、取るはずやね。だから二段構えってことや、二段構えというか、二段階でボケてるってことや、次繋がれるやつな。そうやねんな、うんうん、え、A が吉本芸人でしょ。 A 吉本芸人、 B が雲の上、 C、うん、土の中、 D、うん、機械な芸人。それは言わないと思うんですよね。 B か C やな。ほー、え、なんで吉本芸人ね、夢とかってよく書いてるね、夢とか。だからそれを5年後にそこ行って、その10年でなんか10年がないってことね、使ってんのか。いやいや、死んだのに10年後あるんかいみたいなのとかなのか。ほー、その土の中とか答えながら、もうもっとなんかそのもうバクテリアみたいな、なんかもっとなんか微生物みたいな感じで答えてんのかみたいな10年後がとこはあるんですけども、10年後がね、あーはーはーはー、とオーディエンスで一回聞いてもらえないですか。オーディエンスで、オーディエンス使う、ちょっとこの辺でちょっと使っとこうかな、はい。じゃあ質問をする、ツイート、はい、ツイートしました。じゃあリツイートしましょう。何票入るかですよね、これは。そうですね、これでも、リセットしてるから 50-50 も使えるっちゃ使えますから、ね、使えんねや、はい、これがもう1200票入ってる。うわ、すごっ、1200? マジで、マジでマジで、どういう思いで投稿してるなりきってんねやろ、みんな。そうね、少年、そう、みんながその東口少年ならどう書くかっていうのはね、うん、すごい、クイズ袋にやってもう言ってるやつもすごいわ、恥ずいぞ、手の内がもう、はい、結果出ました、はい、吉本芸人 21%、はい、雲の上 26%、うん、土の中 22%、はい、機械な芸人 31%。 いやいや、これを受けて俺何思えばやってからで申し訳ないけど、機械な芸人 31%、 はい、もうないです、それは。えぇ、はい、もうこれをちょっと表彰しながら、うん、あ、多分これやなっていうのがもう自分で出ましたんで、もうそれ信じます。はい、 D ではありません。 D じゃない、はい、 C です。土の中、理由は土の中で5年後行っといて、やっぱり10年後でなんかもう一個行ってるはずやというところですね。ほー、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解。おお、来たね、なんて嬉しいんだ。使った回あったな。いや、ないないない、一切なかった。オーディエンスに助けられた。 22% やで、 22% 一番3やで、全然分かってんよ、それから。さあ、3問目、うん、問題、はい、高校3年生の東口少年が文集で
あなたの10年後はという質問に書いてるのは何？そうはね、はい、A フィギュア、 B アンティーク、 C 栄誉市民、 D マスコット。 B です。B の、はい、アンティーク。それはなぜ、はい、いやまあ土の中に入って、うん、でまあそれが熟されて10年後アンティークになってるんじゃないか、これはなんか今うっすらと思い出した、はい、すげえ、なんか英語スラムドックやってるやん。なんか、うん、その流れは綺麗だしな。今の俺やったら土の中ちょっと次出てこなかった、アンティーク出てこなかったけども、同期、え、はい、土の中に入ったってことは、はい、死んでるんだけども、はい、またさらに5年経ってアンティークになっているというね、そのアンティークの東口ってそういうことですね、はい、すごいよね、うん、今それを分からへん、なんか全然俺は飲み込めてるから、飲み込めてる、飲み込めてるから、はい、これは間違いないです、そうです、はい、なんやねん変人で結構はい、B です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。俺。わあ、いいね、思い出してきたね。乗ってきたね。おお、行こう行こう。問題。高校3年生の東口少年が文集でドラえもんの道具を一つ使えるとしたら何？という質問に対して答えているのは次のうちどれ？問題が欲しがっとるいやいや問題は欲しがってない、高校の文集なんてこんなもんや、はい、A スペアポケット、 B 翻訳こんにゃくゼリーない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 、あれなんか分からんよ、 C どこでもドラ何の下地D マツコプター、んまあ竹をね、あーないですないですこれ質問なんでしたっけ、ドラえもんの道具を一つ使えるとしたら何という質問に対して答えているのは次のはい、はい、Aですスペアポケット、それはどういう、それはもうだからもうどれでもいいって言ってるけどスペアポケットをもらえばもう全部使えるやんけっていう俺のへりくつやわこれは、あ、はい、トンチやトンチ、はいはい、トンチですよね、はいはい、なんか言うてた気する、うん、あ、うん、そうですか、はい、戻ってる、戻っとる、完璧にもう俺ここさえ今大丈夫ですか、使わなくていいですか、大丈夫です、フィフティフィフティ大丈夫です、はい、ぶっちゃけ使っといた方がいいんじゃないかっていうことですよね、うん、もうここまで言うと使いますか、どれ消えんの、 A と D 消えた消えた、こんちが、スペアポケットは高校生にしてはちょっと安直なんじゃないですか、多分、なるほど、ね、そのトンチやもんっていう、僕は意見割れますよね、もともとね、あ、そう、ってことは何が残ったんですか、翻訳こんにゃくゼリーとどこでもドラ、あ、じゃあ C ですね、ほう、これは何ですか、 C です、どこでもドアではなく、うん、ドラということによって何でもできるやんけっていう、やっぱりトンチにこだわりたい、あ、そっちですか、翻訳こんにゃくゼリーはちょっとな言いそうやけどな、言いそう、いやゼリー、いやいや C ですね、 C、 はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、はい、正解やったな、助かったね、これはこれちょっと書き直したいな、どこでもドラはちょっとあかんな書き直したい、確かに、何を書き直す、あの、なんか一回消しゴムで消してる悩んだよな、どこでもドラ書き直してる感じすんのよ、ね、当時も悩んだんや、
その原理があります。こむずいよね。はいはいはい。危ないとこや。ということで、何問今。94万円。93万ゲット。次が5問目。5問目。問題。高校3年生の東口少年が、文集で好きな映画の欄に書いたのが、赤ちゃんと僕。好きなコミックの欄に書いたのが、赤ちゃんと僕。では、好きなアニメの欄に書いたのはどれ？A、赤ちゃんとバク。うわぁ、そんなことしてる。B、赤ちゃんとクボ。うわもうやめてもうこれいっちゃ嫌やわ。 C、 これ姫ちゃんのリボン。まあな、そっちに行くな。 D、 姫ちゃんのボーク。さあ、まずだって変やもん、好きな映画の欄に赤ちゃんと僕、うん、好きなコミックの欄に赤ちゃんと僕、うん、やからね。これでもボケてないんや。ボケてるボケてんねや。ボケ赤ちゃんと僕なんか、うん、そんなん選ばんやろっていうっていう作品は知ってるんすね。知ってる。なんかやっぱちょっと流行ってたやん確か。ああ、なんやねん赤僕てみたいな。下の世代で流行ってたんかな。下の世代そうですよね。知らんもんな。まああってあって、そんな漫画アニメかな。でなんかそこの響きが気に入ったんやろな。だからそこでもボケといて、うん、でボケといて、そうでくるとですよね。リズムで変えるってことやね、うん、な、うん、ボケは天丼かましてるってことやから。そうですたら3回笑えてるやん、うん、そうですよ、うん、笑えてんのか。B ですねこれは。え、はい、赤ちゃんと久保という理由は、理由は。なんでな、理由や。いや俺の当時のお笑い IQ がわからなくてきたからそこの、でもそれぐらいなもんやと思うねん、もうな。姫ちゃんのリボンっていくのは、うん、いや、行かないと思うんですよね。成立はしてるよね、赤ちゃん。いや、でもしてないやん、リボン、なんかその同じ音で、そうそうそう、なんかだけども、だって姫ちゃんのリボンはただじゃあ少女漫画を重ねただけやから、うん、赤ちゃんと僕が一個浮いてくるよねっていう。いや、そんな考えれてへんって。みんなもん。でもなんかもう音変えるだけでっていうので、赤ちゃんと久保行ったっぽいな、なんか。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。もうわからん。もう。正解！すごい！すごい！すごいね。正解してまうんかい。すごいや。お前。やっぱ、お前やな、やっぱりこれ。おもんない、おもんない。書いたの。何やねん。久保て別にそのねクラスで久保がおもろいやつでおったらいいけど、でも2回振ってんねん赤ちゃん。この多分どうしてもな、この久保のために赤ちゃんと僕を多分やってる。どっちなんかなと思って。そう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 、まず久保が思いついたから逆算で言ったの。そうそうそう、ひもとくなそんなお前らは。94万円で、まあ、やばいやばい、こうなっていいか本当にあるよ。さあまだテレフォンあるからね。誰に電話する？12時前に。テレフォンね。問題。高校3年生の東口少年が文集で文集で趣味として書いたものは何？ A、生徒会長ぶること。B、チュートリアルぶること。C、ファンタジスタぶること。D、カリスマぶること。はい、C です。おお、はい、それはなんでですか？ファンタジスタもなんかその頃のちょっとよう聞いた言葉でもあったので、うん、はあ、ファンタジスタは使ってるそうな気するし、うん、なんか手がファンタジスタってカタカナで書きそうな気がする、うん、すげえそこまで思い出してきた、はいはい、乗ってきたね。はするな、はい、はい、C です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。
正解、すごいな。ファンタジスタブルっていう、ね、何それファンタジスタブルブルってことっていうのは、ね、いやいや、その違和感なよな、そこの言葉のね、そのファンタジスタブルっていうねってことは95万円で、次が7問目、来てます。問題、高校3年生の東口翔太いや、言い方変えるよ文集で趣味として書いたファンタジスタブルこと、それを通称なんという？通称 A ファンタジブル、ファンタジブル、 B ファンブル、 C ファンタブル、D ファンタジスブル知らんわ、通称ですファンタジスタブルこと、もう一回ください。 A ファンタジブル、 B ファンブル、 C ファンタブル、 D ファンタジスブル。おお、気持ちいいのは D やね。おお、ファンタジスブル、気持ちいいのは D ですね、これは。おお、やっぱその当時から気持ちよさは大事してるね。東口少年、五感は大事、大事にしてる、はい、やっぱり、はい、ファンタジスブル、うん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 、それならいいでしょう。はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解！すごいね。やばい。やばい。何これ？なんで？ファンタジスブル。だからもうだから今の感覚と繋がってんのよ。マジ？略すならどこ取るかっていう話ですよ。まずさ、そのファンタジスタブルの通称って何？知らんけども書いといた方がっていうな。ってことは何問正解？7問。え？今7問、96万円で。7問。次8問目や。次8問目。あれ、もうあれ行くしかない。問題。高校3年生の東口少年が文集で電話番号を書くフォーンの欄に書いたのは何？ A 持ってる。ありそうありそう。ありそう。B AUC ゼロチョメゼロ3777、ね、こっからはガチの番号。うわー、それもやるな。 D チョメ9チョメ3777。やるなやるな、全部やりそう。これは持ってるもやるよ持ってるもいいよね。だからまあなあ、C か D なんでしょうけど、もうなんですよ。やりそうやねんな。違いとしては、チョメの。でもまあだから、チョメの入れ方やね。そうやね、090が、当時はピッチの070もあったと思うんですよね。ってなると、そうなると、なんかボケが成立しない気もするので。ああ、ってなると、著名9、著名の方が、いや、そこはゼロやない。すげえ！という意味での、見解が！はい。そう。という意味での D でしょう！もう推理やん。いいでしょう。当時の推理。当時の時代背景考えたら。そうや。ちょっとでも、9のところ隠すとちょっとな。ピッチの線があるので、そうか、7の線がある、はい、です、それは、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー D 正解！よしよしよしよくやってる、やばいやばいやばいよ、ちょっとやばなってきたよ、どうすすげえな、お前次が9問目、あと2問、あと2問いける、なんかあるかな、もうフォークやろ、また逆にその、もういや、一回これをいこう、サッシから無理、ちょっと待って、一回これいこう、いける、何問題、高校3年生の東口少年が文集であなたの一番の思い出はという質問に書いてるのは何？ A
もちろん全部かっこ魚介類を食べてるときは除く。B、 もちろんノーコメントかっこナンバーワンよりオンリーワンなので。C、 もちろん文化祭までの日々。 D、 もちろんこれを読んでるあなたたちの反応を今、あ、反応を見てる今この瞬間だよ。めっちゃむずいなこれ。なんかそこはちょっとやっぱその文化祭の思い出はあったと思うのよね当時ね。やっぱだからということはそこ真面目に答えてる気するのよ。ということはもちろん文化、こう文化祭までの日々って答えそうな気はするのね。ほう。もうあと2問やもんな。ってなるとやっぱ C の線が強い気はするな。テレフォン。誰にやで。テレフォン。さあ誰にテレフォン。高校時代の。そうやな。誰にテレフォンしますか。あの正直。テレフォンは全員変わってます。変わってるやん。全員変わってます。やば、はい。実家に繋がんのかもしれんけどな。はい。大下、そこあるかな。大下、あ、大下タク。すぐる？タク。タク。読み込んでんな。ちなみに大下さん、フェイバリット、ね、好きな飲み物。下町のナポレオン。ボケてるね。おるね。あかんねんけどな。あかんねんけどな。なんか突っ込んでんな。生まれ変わるならどんな風になりたい。アガシ。あ、天才だったから。アンドレアガシ。アンドレアガシ。アンドレアガシ。あなたが一番尊敬する人はアンドレアガシ。あなたの10年後アガシ。なんで一回フルネームなの。信用できるぞ、こいつは。信用できるぞ。できるよね。何分これ電話つながってから。本家はあれ30秒が1分でしたっけ。30秒ぐらいですね。30秒ね。押したあった。押したあった。押した。何で検索した。アガシ。アガシで検索した。アガシではないな。はい、いきますよ。待って、出してもいいよ。もしもし。もしもし。ちょっといいか。問題です。高校3年生の東口義隆が文集であなたの一番の思い出はという質問に書いているのは何？ A、 もちろん全部かっこ魚介類を食べてるときは除く。 B、 もちろんノーコメントかっこナンバーワンより、オンリーワンなので。C、 もちろん文化祭までの日々。 D、 もちろんこれを読んでるあなたたちの反応を見てる今この時だよ。どれでしょう。 C でお願いします。 C、 ありがとう。なんてノリノリやつ。なんてノリノリやつ。こいつさ、分かっとるな。すげえな。いやすごい。いや普通聞いてくる。そう、ね、え、なになになにって普通な。なあ、全く聞かなかった。明石の血が流れてるから。これはなんで、しかも C やったのよ。ってことは、はい、C の文化祭までの日々。即答やったな。たな、見てたのかな。ちょうど、ちょうどな。思い出に来たって。かお前から電話あってすぐに田中。いやいや、だいぶ手前にお前。あれだっすね。こっちかめぐらいのところにあったやな。いや、これはもう自信を持って C でいきます。はい、文化祭までの日々。はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。せーの。やばいやばいやばい。来てる。やばいやばいやばい。すごいな。やばいな。やばい。やばいな。すごいわ。問題がなくなりました。完全になくなりました。したのでちょっと待ってください。から、はい、今森さん作ってください。いやいや、大下がすごいぞ。これってこいつ何や。番組やったら
でこの後もう一回喋るんで、ちょっと電話するか、なんで分かった、なんで、まあそうね、ありがとうって、うん、ありがとうっていうね、本家4人おるからね、普通はね、チームで3人おったかも、もしもし、もしもし、ごめんごめん、ごめんな、いきなり、いや、お前すごいな、いや、よう正解わかったな、正解やったかい、正解やったそうなのよ、そうそう、今その文書に書いたことをな、うん、ちょっとクイズミリオネア形式でやってないけど、いや、まさに C の文化祭までの日々やったんや、細かいね、おう、え、あれ何、なんで俺がそれを思ってるやろな、みたいな思ったこと、いや、なんか一番リアルななんかコメントやったけど、はぁ、まずこれ何って聞かんかったいやいや、すごい、そこも優秀やったしな、もうすぐに袋ネアって思った、うん、これはもう袋ネアやってんねやって思ったってことですか、やってると思ったわすごい見てくれてんだよ、やっぱり袋ネア世代やん、世代ちゃうありがとう、ありがとう、ありがとうございます、いえいえ、ありがとうございます、また連絡するわ、はい、いい友達やね、その時のあれ思い出して、ほんまに多分、あ、なんかテレフォンなんやな、うん、これっていうのは思ったんやな、あ、ちょっとどうする、怖なってきたちょっとこれちょっとやばいね、ちょっとどうしよう、さあラスト1問どうする、もうでもライフラインないからね、そうね、ライフラインは使い切ってる、いやでもボケてんのもうないんだよ、いやもうそんな言うなそんな言うな、もう結構でもちゃんと勝ちにいかな、こっちもそうやね、うん、これ100万マジで渡すから、いやいや、そろそろ、ちょっと時間ください、まあ俺も一服するわ、ちょっと、おいえ、どうする、どれこれの、待って、これをもしさ、これさ簡単すぎる、この問題これ簡単すぎる、逆に、いや俺でもこういう時に絶対にここは絶対にこれで帰ってきてっていう記憶あると思う、確かにな、まあそうか、行くか、行こうか、行こう、うわーやで、100万円だ、かっこいい、かっこいいな、いや、スイーツ、どうぞ、あ、なんかもう今の態度見てもう決めました、何、中止です。中止。もう運営はこっちに。問題。どうぞ。中止。あら、何がやねん。中止やないや、お前。あおか、お前。ここまでお前が恥ずかしめといてやな。うんな、あかんよ。ちょっと。なんや。怖いなぁ。じゃあ行くで、もうあれを。はい。行こう。あれ行くで。行こう。行きましょう。はい。10問目だいぶ残ってません高校3年生の東口少年がもう全然待てるわ文集で、好きなスポーツの欄に書いたのは何でしょう、あ、ここだろ、 A 野球、B サッカー、 C テニス、 D カバディ、うわー、ここに来てよし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 、もうライフラインはありません、はい、いやまあここになカバディを入れてるのかなっていうのはあるんですけど、めっちゃ顔表情でバレんだよ、もう俺じゃさ、ミノさんどんな顔してるの、ミノさんってどういうミノさんってそんな親切やってないあの時見たらなかったからな、いやまあでもなテニス部ではあったんですよ
見られてるぞ。めっちゃ見られてる。だからまあでも小中の野球というとこも出す可能性はあるんですよね。でもそこなんでお前がサッカーやねんっていう感じも書きそうな気もする。全然わからない。こっからじゃ読み取らない。いやーこれはマジでむずいわ。ちょっと。でもカバディは答えへんと思うんですよね。さすがに。でもテニスはかかんよな、多分。なんでサッカー引っかかってんだよこれ。あ、別やんけそれ。いやーちょっとこれはほんまにむずいな。もう、え？勘でしかないのよ。カバディがない。野球かサッカーやね。うわーうわーうわあむずい。ちょっと待ってくれ。100万やぞ、これ。ということは、終わりでやん。いや、なんでやねん。これ、すべて4分の1はいくわ。4分の1、決めれない。4分の1、決めれない。あ、ほっか、ちょっと待って。決めれない。なんで決めたらいいんだよ。別にこっちもマイナスないねん、もう。こんなもん。いくわ。B、サッカー。ファイナルアンサー。元気やな。今のちょっと声が上がってもうて、そのハーみたいな息の無瞬間も。ここでちょっと帰れますもんね。よしよしよし、実質に択やもう。カバディではないし、野球かテニスや。ってなるとやで、ね、顔よし、行こう。 A の野球ファイナルアンサー。ねえ、もうこれはもうどっちとも取れるけども、これはもう A の、はい、野球ファイナルアンサー。残念、よっしゃよっしゃ。俺もうファイナルプレーやで。めっちゃ勝っちゃう。ファイナルプレーやった。正解は B のサッカー。すごない。ありがとう。俺が瞬時に、なるほど、すごいよね。ありがとう。マジで。お前ようお前ら高校生相手に。高校生相手にお前ら。高校生相手に。そんなことしようなお前ら。危ない。うわマジ危なかったよ。何やねん、俺マジ危なかったよ。俺らも小芝居したで。おいおい、いやいや、ほんま。あぶねえ。やっぱこいつの勘の良さを逆手に取ったからね。あぶねえ。あぶねえ。ブクロのこう元気やなの時に、うん、行けと思った。もっと。そうやね。もっとそこ行け。かかった。かかった。もうそれしかないよ。当てられてるから。かかった。はぁ、危なぁ。執念や。あぁ、怖っ。執念です。ということで、4万円。